風止んで海静まるとね。これざっくり2000赤猫石がいるんですよね。でもってざっくり4000円なんですよね。結構高いなぁ。やらかしちまった。やらかしちまった。なぜこんなことになった？七なぎじゃないよ。七なぎだってば。ナナギさんをお迎えしてしまいました。ナナギじゃないよ。はい、ではでは。ナナギだっては。はい、どんな装飾品が出るかは運とは言え、なるべく来電を集めてきました。今後は封筒を集めていきたいです。ちなみに、なぎなぎにしてあげる。でも切れないんですよね、これ。はい、それと研究も、螺旋術が、まだレベル6です。というわけで、40関門に挑戦です。はい、行きます。わかったよ。そんなにせかすのって。あ、後ろ姿いいですね。それではこれいきましょうか。さらに、おお、かなり手数を感じるな、これは。それでは、ではこっちにしましょうか。ウェーブ6になってかなり抑え込めている印象。おお。使用回数を増やしましょうか。それでは悩んで、あ、ダメだ。にやけてくる。課金した回みたいなものを感じている。使用回数をさらに増やす。これはもしかしてとんでもない。こう、しかも運よく、この、おぉ、螺旋が出てくれて、気持ちよく取れてんのも。悩んで、では。はい、ボスを倒して、二つ出た。はい。それでは、あ、強いな。
普段今まで中つかみさんでプレイしてて、このまきびしまで迫られることもあるんですが、これは でもなんとなく地味、こんなに強いのに。それでは、お、なんかすごい、雷電の旋風。旋風を電気属性の雷電の旋風に強化。ほう。今、ウェーブ17。でも敵が、ここまで迫ってこないから、このせっかくの雷電の竜巻を見れない？何？秘儀、翡翠の嵐。七木家の秘伝奥義。吹きすさべ、翡翠の嵐よ。失った耐久度に比例し、攻撃力上昇。上限、777%。お？じゃあ、はい。もしかして今敵を吹き飛ばして手前に持ってきた？あ、すごい、なんか、新しいことをやってくれたんだって思いが。強い。これは強いぞ。中つかみさんでこれがまだ 100% 取れてないんですよ。挑戦したいけどおにぎりがない。ではでは、七木さん、満足です。ではでは。